ベスティーボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、先ほど公式ワンピースカードゲームチャンネルより公開されたワンピースカードゲーム BE:FIRST コラボレーションソングセットセイル、こちらをですね見てリアクションしていきたいと思います。鶴さんの BE:FIRST ボーカルルーム。さあ待望の BE:FIRST の新曲ということでですね、しかも日本を代表するアニメワンピースとのコラボレーション、これはですね非常に見るのが楽しみです。今回リアクションする動画まだ見ていない方は概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひクリックして見てみてください。鶴さんの BE:FIRST ボーカルルーム、こちらのチャンネルは私鶴さんが大好きな BE:FIRST を筆頭にマーゼル BMSG 所属アーティストトレーニーの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声解説動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは早速 BE:FIRST セットセイル見ていきたいと思います。おお、セットセイル、ワンピース BE:FIRST、 いいね。おやおや、ちょっと一回止めますね。これは僕の大好きなロックな感じですね。しかもこのテンポ感、一番好きなテンポですよ僕。これ先聞くの楽しみですね。続き流しますよ。すいません、イントロで止めちゃって、いきますよ。あ、カードゲーム？あ、なるほどね。ちょっと止めますね。今こうフレーズの入りの裏声の使い方、めちゃくちゃかっこよかったですね。もう一回聞いてみましょう。ほら、はい、こう最初はね、あっていうと、この音がね入ることでね、このフレーズの頭から意外性が出てきますよね。そしてシュンティの声質のこのビリビリした感じがですね、曲にめちゃくちゃ合いますよね。リュウちゃんも不安な発想のこのなを言い終わった後かな、裏声にねくるってこうひっくり返したような、そのニュアンスがめちゃくちゃかっこいい、めちゃくちゃセクシーで、全体的にですね英語的な発音で子音を出してるんですよね。なので言葉のアタックがですねものすごく強くて、それがリュウちゃんの歌のですねかっこいい部分を引き立ってると思います。もう一回聞いてみましょう。いい、あーいいね。最後もねちっちゃいつ、これがねところどころに入ってますよね。皆さん気づきましたか。このちっちゃいつの役割としては音楽的にはですね休符表現なんです。休符が入ることによってその後に来る音符がですねアクセント、要は強い音になってフレーズ全体での躍動感が生まれるんですよね。すげーかっこいいですね。もうめちゃくちゃ今テンション上がってますよ。うん、ソータさすがラッパーですよね。先ほど言った子音の使い方と休符の使い方、ちっちゃいつですね、ここがめちゃくちゃ強調されてて、しかもですね声質はですね強い地声をチョイスしてます。で後半に一瞬だけ入ってくるシャウト、これはねかっこいいですよ。確認してみましょう。ありふれたんとこのあっ、こうねシャウトが入ってますよね。次いきますよ。うん、ここのマナティのね美しい声、強いソータの地声からですね急にマナティの優しくて綺麗な裏声に切り替わる、このギャップたまらないですね。もう一回聞いてみましょう。もう A メロだけでもテンション上がりすぎて、これ最後まで体力持つのかってね若干心配になってきますけど、これ初めて聞いたベストで皆さんも相当テンション上がってるんじゃないでしょうか。じゃあ B メロいきますよ。うん、レオ
めちゃくちゃワイルドな声ですよね。いつも僕はね、個人的にレオの声っていうのは優しさでこうね、包み込むような、そんな感じの声のイメージをですね、いつも持っていたんですけど、今回はものすごくワイルド。これ新しいレオですよね。もう一回聞いてみましょう。この波の上のこの上、この言葉はですね、これも英語的発音と言いまして、way、 英語の way ってあるじゃないですか。道っていう意味ですかね。波の way、 こんな感じのニュアンスで歌ってると思います。もう一回確認しましょう。way までは言ってないですけど、上っていうのを way、 こういう感じで発音しますよね。なので最後のこの部分がですね、すごく曲に乗るんですよね。こういったロックな曲っていうのはですね、日本語よりも英語の方がですね、言葉というか歌が乗っていくんですよね。一体感が出るというか、波の上っていうよりも波の上って言った方がかっこよく聞こえるんですよ。その辺をちゃんと計算して発音してるんですかね。めちゃくちゃかっこいいですよね。じゃあ次いきますよ、コーラス。あ、いいね。ものすごくジュノンの声がですね、研ぎ澄まされた感じのミックスボイスになってるような感じがしました。この音域ね、いつもだったら結構地声感が強いミックスボイスをチョイスしてたと思うんですけど、今回はですね、裏声感の強いミックスボイスですね。これどう違うかっていうと、地声感が強いと割とこうパワフルな感じの高い声になるんですけど、裏声感が強いと全体的に綺麗な声質に変わるんですよね。そして力み感が抜けてる分、すごくこう余裕で歌ってるような、そんな感じの声質に変わります。確認しましょう。声のところもいつもあったら結構ね、こうわーってこう歌うような感じだったと思うんですけど、すごくこうさらっと歌ってるようなニュアンスが出てますよね。もともとすごい声の持ち主だったのに、さらにテクニックを身につけたような、そんな感じがしましたね。次いきます。さすが涼気ですね。やっぱり個性の付け方はね、僕は BE:FIRST では涼気がねナンバーワンだと思うんですけれども、やっぱ歌い方にね、独特の涼気らしさってありますよね。音にならない言葉の使い方、これがね涼気独特だと思うんですけど、それがものすごくいい味を出してますよね。確認してみましょう。めちゃくちゃかっこいいね。まあ、こうね、言葉にならない音、これね、エッジボイスの一種なんですよね。それをもうちょっとこう、息の音を強くして、しっかりと腹筋を使って、普通のエッジボイスだと、こういうね、弱々しい感じのザラザラ音なんですけど、これをできるだけ短く切って、鼻に入れてあげる。そんな感じの声質に聞こえますね。じゃあ、サビいきますよ。なるほどね、ロングトーンなんだ、サビは。確かにね、 A メロ B メロはどっちかっていうとこうね、音符を刻むというか、いろんな音がねギュギュな感じがして、それがねすごくかっこよかったんですけど、サビはしっかりとね言葉を聞かせるようなニュアンス、同じ音が長く伸びるのをロングトーンって言うんですけど、この音が出てくるとね落ち着いて聞けるんですよね。聞いてみましょう。いやー、いいね。よく声が伸びるシュンティ。すごくこうスケール感が広がるような雰囲気がしますよね。次いきますよ。いやー、いいね。この下り音階。タカタン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 。最初のね、タカタンのここのね、リズムがまたたまらないですよね。タン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 みたいなね、この下っていく音階めちゃくちゃかっこいい。で、ところどころにアクセントがついててね、それがあることによって、ここのフレーズ、スピード感が出てるんですよ。これね、リュウちゃんのすごいテクニックだと思うんですけど、確認してみましょう。普通だったらタカタン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 みたいな、こういう感じでね、のぺーっとした感じになるんですけど、タカタン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 とかしゃくりが入っていたり、で、ちっちゃいつでアクセントをつけていたりっていうね、こういうところどころの工夫がされています。次いきますよ。イェーイ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 、ここが高い音がね、
かすれ具合が増すんですよ。めちゃくちゃいいですよね。で、このかすれ具合をですね、まあ自然にシュンティーの場合は出てると思うんですけど、まあ中にはね、これをコントロールして出してる人もいて、そういう人はどういうふうな、この辺の喉の動きになってるかっていうと、ここにですね、仮声帯っていうのがあって、ここがですね、動くんです。声帯から出てる音じゃないんですよね。このザラザラした感じの、ビリビリした感じの声っていうのは。で、この仮声帯っていうのは、喉に力が入ってしまうと動かないんですよ。喉の力がものすごく抜けてる時だけ動く器官なので、すごくね、シュンティの声、めちゃくちゃかっこよくてパワフルなんですけど、喉の力はね、すごく抜けているというか、そんな感じの声質です。もう一回聞いてみましょう。うん。で、高い音はミックスボイスですね。しかもね、この一瞬のフレーズなんですけどね、いろんな声のですね、テクニックを使っています。じゃあ次いきますよ。うぃー !Dream! ここね、高いですよ。両機のね、ミックスもめちゃくちゃ綺麗ですよね。で、やっぱね、英語の発音が両機ってめちゃくちゃいいじゃないですか。もう本当にね、ネイティブですよね。もう、アメリカだったり、イギリスのね、方がこう歌ってるんじゃないかって錯覚してしまうぐらい、ネイティブなフレーズですよね。もう一回聞いてみましょう。うぃーもうこの曲かっこいいしかないですね。めちゃくちゃいい。めちゃくちゃ僕好みです。この曲。次いきますよ。もう休符の付け方が絶妙ですね。レオ。レオのね、今のフレーズは休符の付け方。ちっちゃい2ですね。これがね、ものすごく目立つような感じで歌っていたので、多分皆さんもね、聞くと、一発でね、あ、ここかっていうの分かると思うんで、もう一回確認で流すんでね、ぜひちっちゃい図が入ってる箇所、チェックしてもらえたらなと思います。では、行きますよ。たったたたた、たったた、みたいなね。まあ、もっとね、細かく言えば、もうちょっとね、入ってるんですけど、音が止まったところがちっちゃい図が入ってる。要は、休符が入ってる箇所というかね。ここまでね、はっきりちっちゃい図を入れると、フレーズ自体にブレーキがかかったようなニュアンスが出てきます。ここがね、また溜めてるようなニュアンスが出て、めちゃくちゃかっこいいんですよね。次いきます。ウィー、プッツァチーカー。ここね、誰が言ったのかわかんないんですけど、大体ね、こう低くてね、こう、みたいな声はね、シュンティーですよね。ムーボンのね、ゲラーみたいなね、ああいうニュアンスですよね。いやー、一番がここで終わったんですけれども、何気に結構ね、テンション上がりすぎて、僕今、汗かいてます。めちゃくちゃいいですね。じゃあ、感想はですね、飛ばしまして、次の歌い出しからまた流していきますね。なあ、このウィスパーボイス、もうリュウちゃんならではですよね。このね、優しい感じなんだけど、すごくセクシーっていうね。で、曲自体のね、テンポが半分になったじゃないですか。遅く感じたと思うんですけど、これ音楽用語でハーフテンポって言って、例えば、ちょっと音楽的に難しい話しますけど、テンポって、まあ、楽譜のね、左上にね、音符マークイコール120とか書いてあるんですよ。これがこの曲の主な曲のスピードっていう意味なんですけど、このハーフテンポっていうのは、もしまあ120って書いてあったら、それがここの箇所だけ半分の60になりますよっていう、そういうのをね、ハーフテンポって言います。で、ここの場所でですね、しっかりまたね、休符を聞かせてるので、めちゃくちゃかっこいいんですよ。確認してみましょう。ういえ。ああ、いいね。ウィスパーボイスの後ね、途中でね、エッジも入ってましたよね。めちゃくちゃかっこいい。次いきますよ。うぃー。鼻腔をね、中心に使ったレオのね、これは元々持ってる独特なレオの個性だと思うんですけど、このハーフテンポとね、レオのこの個性的な歌声、めちゃくちゃマッチしますよね。確認してみましょう。このスルーン、ここがね、一瞬ちりめんビブラートが入ってて細かいフレージングになってますよね。じゃあ次いきますよ。うぃー、難しいね、言葉の使い方がね。次はクマか悪魔か宙を舞うフェニックスの翼。こうクマと悪魔が韻を踏んでんのかな。ちょっとね、ラップは詳しくないんで、あまりね、詳しい説明できなくて申し訳ないんですけど、もう一回聞いてみましょう。
うぃ、でもね、かっこいいっていうのはね、わかりますよ。僕でもね。いつもね、すごく強くてね、こう、アグレッシブな感じのリョウキじゃなくて、すごくこう、ゆったりとしたようなニュアンスのラップでしたよね、今回。このフレーズ。聞いてみましょう。うんうん、だんだんいつもの料金の感じになってきましたね。次いきます。うぃー、これね、最近多いですよね、料金とね、ソータのこうね、つながり、めちゃくちゃ好きですよ、僕は。もう一回聞いてみましょう。うん、このね、音程のアップダウン、ラップって音程がないように聞こえるんですけど、厳密に言うと音程ってあるんですよね。フレーズになっていないので音程っていうね、概念が外れてるような感じがすると思うんですけれども、厳密に言うと鍵盤で音として表記できるんですけど、今のソータのところね、音程の高い低いが結構幅広くてかっこいいっすね。もう一回聞いてみましょう。すいませんね、何回もね。うん、ダダ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 ダみたいなね、こんな感じの音幅が結構ありますね。次いきますよ。誰だの言い方がね、ものすごくいいね。じゃあ次いきますよ。あ、いいね、こうね、マーティーのやっぱり、ね、鼻の奥の使い方がね、やっぱ個性的ですよね。Right on the way! この、このね、使い方がね、ものすごく僕好きなんですよ。ちょっとだけね、クラシックの発声法に近いというかね、確認してみましょう。最高ですね。じゃあ次いきますね。ここはコーラスだね。うん、ここのパートはね、1番も2番もジュノンですね。最初の裏声がめっちゃ綺麗で、2番は1番と違ってですね、もともとのジュノンの声っていう感じがしましたね。力強さのあるミックスボイス。前半はね、裏声なんで違いますけど、後半のね、地声からミックスにつながるところ、ここがすごくパワフルだったかなっていうふうに思います。確認してみましょう。ここキーどうのところがね、すごくこうパワフルですよね。ミックスボイスの使い分けができるってね、これなかなかいないですよ。すごいね、ジュノン。やっぱり次いきます。うぇーい、ハモリが入りましたね、シュンティのとこ。やっぱめちゃくちゃかっこいいな。こうね、パフォーマンスもかっこいいですよね。今回ダンスっていうダンスないですもんね。そうなってくるとこうね、アドリブでやっぱ動いてるんですかね、バンドのね、ボーカルみたいなニュアンスが出てますよね。めちゃくちゃかっこいい。もう一回見てみましょう。いいね。いや、やっぱりね、かっこいいですよね、 BE:FIRST。 何を今更言ってんだって感じですけどね、めちゃくちゃ好きですよ、 BE:FIRST。 僕、じゃあサビいきますよ。あ、いいね。一番このコーラスあった？なかったですよね。ラー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 に対してラーラーのこの下がるこのコーラス2声になってますよね。そしてね、ジュノンのね、力強い声、ここでね、最大の魅力を発揮してますよね。めちゃくちゃいいぞ。確認してみましょう。ほら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 、2声になってますよね。まあ2声ってハモリが入ってるってことなんですけど、これ1番なかったんじゃないかな。あったらすいません。僕ね、聞き逃してたのかもしれないですけど、この音の動き方めちゃくちゃいいですね。だいたいハモリっていうと、メロディーがタンタンタンってなったら、ハモリもタンタンタンって同じ動きをするんですけど、前半は一緒じゃないですか。タータータータに対してタータータ、多分これがハモリ。ベーランザワーみたいな。こういう感じの動き。サビが Play Round the World じゃないですか。Round the World みたいなね。すごいかっこいい。もう一回確認していいですか？ちょっとね、こういうハモリになると僕、すごく神経質に聞いちゃって。今回のポイントはですね、ハモリですね。一般的なハモリとは違うハモリのフレージングになってますんで、ここちょっとチェック入れておきましょう。もう一回聞きます。
そう、ハモリはそうだけど、後ろのフェイクもター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 タみたいなね、感じのやつ入ってましたね。これね、カウンターメロディーってやつですね。すごい積み重なってますね、ここは。2声のコーラス、プラスカウンターメロディーで後ろにね、フェイクがいるっていう、すごいポイントですね。じゃあ次いきますよ。離さない、ここでねシャウトが入りましたね。全体的にアクセントの付け方としてはこうナチュラルにさりげなくつけるみたいな、そんな感じの歌い方でしたね。もう一回確認しましょう。うん、このぐらいがねかっこいいですね。でアクセントがナチュラルについてるからこそ、最後のないのここのシャウトの音がすごく際立つっていうか、多分そういう狙いなんじゃないかなって思います。次いきますよ。あーいいね、ここねさらっとこのね音域歌っちゃうところがね、ジュノンのかっこいいとこですよね。すごい高いんですよ、男性からするとこの音域は。やっぱねハイトーンマスタージュノンならではですよね。もう一回確認しましょう。めちゃくちゃさらっと歌っちゃってる。さすがね、雪の花を元気で歌っちゃうだけありますよね。素晴らしいと思います。じゃあ次いきますよ。なんかどんどんすごいことになってきましたね。ものすごく歌声がですねこう重なっていて、いろんな音が聞こえてきますよね。最後に向かって楽曲の楽器隊で盛り上げるんじゃなくて、歌声でこう盛り上げてるっていう、そういう感じのフレーズ作りですよね。何個声が入ってるのかちょっと皆さん確認してみましょう。僕と一緒にいきますよ。うん、僕が聞いた感じだとメインメロディーと、ハモリがいるのかな。で下でリュウちゃんがうーとかなんかフレーズやってて、で上にもう一人いるんですよ。なので4人ぐらいは同時に歌ってたかなっていうふうに思いました。皆さんどう思いましたか。ぜひねコメントでね皆さんの意見聞かせてもらえたらなというふうに思うんですけど、めちゃくちゃかっこいいね。次いきますよ。ここのね、給付の入れ方、めちゃくちゃかっこいい、マーティー。このね、ブレーキ感、めちゃくちゃたまんないですね。もう一回確認しましょう。もう全部、ちっちゃい「つ」が入ってるんじゃないかっていうぐらい、給付が入ってるんですよ。それがたまらなくかっこいいですね。次いきます。うん、これで終わりかな。終わりっぽいですね。いやーすごいかっこよかった。ワンピースカードゲーム BE:FIRST コラボレーションソングセットセイル見ていきました。いや素晴らしいですね。こういうテンポ感でロックな曲調って言ったらブレイブジェネレーション、これがね一番近いような楽曲だというふうに思うんですけれども、またでもね種類が違いますよね。ブレイブジェネレーションに比べたらセットセールの方はこうアクセント感が強いっていうかね、そんな感じの違いがあるかなっていうふうに思うんですけれども、めちゃくちゃ僕好みでですね、最初リアクションだけする予定だったんですけど、もうついついね歌声解説とニュアンスまで入ってきましたよね。最近はですねリアクション動画の方も撮影の仕方を変更しまして、僕が尊敬するねボイストレーナーの方のリアクション動画の撮影スタイルに似せるような感じになってきたので、ちょっと動画の尺が長くなった分ですね、編集にですね時間がかかってしまい、今回の動画もこれ多分ね2日ぐらい編集時間かかっちゃうんですよ。カットで1日で、僕あの他の方とは違ってフルテロップ入りにしてるので、皆さんが少しでもね見やすくなってっていう風に思っていただけるためにうまく喋れませんでしたけど、皆さんがね少しでもこうストレスなく見ていただけるようにですね、まあフルテロップ入りにしてるんですけど、なのでフルテロップだとこれもねまた1日ぐらいね編集時間かかっちゃうので、撮影とカットとテロップ入れでですね3
日ぐらいかかっちゃうんですよ。でもね、この動画はですね、早く皆さんに見ていただきたいので、もう超特急で徹夜でですね、できれば2日ぐらいでですね、完成させて動画公開したいと思ってます。間に合ってるかな、どうだろう。ただね、久々の BE:FIRST の新曲、テンション上がりましたね。しかもね、僕が大好きな楽曲のですね、ニュアンスということで、ものすごくテンション上がりました。もうね、汗びっちょりですよ、今僕は。テンションが上がりすぎてね。まあそのぐらい素晴らしい楽曲、しかもワンピースとのコラボということでですね、今後この曲いろんな方に聴いていただけるんじゃないでしょうか。今後も全力で BE:FIRST 応援していきたいと思います。それでは今回の動画をこの辺で終わりにしたいと思います。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーの鶴さんでした。